Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。1月19日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナ名古屋お送りいたします。あのね、今ちょっと ね私王子でございますけども、ちょっとこう名古屋のねスタジオね、わちゃわちゃしておりましてね、王子の心もねドキドキしてるんですけどもね、これからちょっとその説明があると思いますけども、はい、お隣、はい、とりあえずまあもうちょっと後にしましょうかね。はい、ということで、名古屋も愛知県も緊急事態宣言が出て、なんかすっかり寂しくなったみたいですが、うん、王子は寂しくないですか？とっても寂しい。だって出歩けないもん。ね、うん、はい。ということで、ダンサーズは？あれ、自分の名前どうする？あ、やだ、味噌煮込みスキーと？これ言っていいんですか、もう。あ、もう言うの？入ってもいいですか？じゃあ言ってください。はい。はい、業務連絡です。はい。業務連絡です。はい。ひふみさん、ひふみさん、大至急電話に出てください。はい。大至急電話に出てください。本日、ゲストでひふみさんとあの電話でゲストの予定だったんですけれども、はい、番組始まって以来まだね連絡が取れてない、連絡が取れていません、連絡が取れません。ひふみさん早くね。ダンサーズでございます。はい、じゃあこんな3人がお届けしますけれども、今週のテーマは空気。今週のテーマは空気、エアです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。ということで本日はゲストコーナーがありますけれども、予定通り連絡が取れれば毎週木曜日21時から放送中の番組ひふみーずバーで MC をされているひふみーさんのゲストの予定です。さあどうなるでしょうか、ね、何時になるんだろうね。はい、はい、この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイトザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート東海協和、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。いやー、動揺しましてね、思わず自分のね名前言うの忘れましたよ私。ダンサーズ言われて、あ、私名前名乗ってないって思いましたもん。名前を忘れてる。ちょっとだよね、ちょっとこの動揺ぶりが。はい、ということでメールお願いします。はい、じゃあメール見たいと思います。ぴょんぴょんさんからです。はい、ありがとうございます。今日のテーマ空気。私の周りにも空気が読めない人がいます。私が忙しくしているのにずっと同じ話をするんです。私が相槌を打つと帰っていくので、どうにかしてほしいです。王子はちゃんと空気読めますよね。いやあのね、王子空気も読めるしね、そのフィーリングも感じちゃうからね、全てが全部ね分かっていますよ。ただね、その空気に合ってないトークが出てしまうっていうのがねあるみたい。地獄を見るわよ。これはね、ちゃんと
お話してるんだけど、周りの方がね、王子ちょっとそれ違うんじゃないの今日も滑ってるよって言うんだよね。もうえ、みんなそう思う？ザリ、いや本当に空気読めない人ってここまでこうなるわけね。いあのねいや読めないというわけではないんですよね。読んでるちゃんと。ちゃんと把握してね。うん。うん、いろいろお話してますよ。ただそれがね、空回りしてるのかな。でもそう思ってないけどね。読んでないんじゃない？読めてない。読んでるつもりだけど読めてないのかな。そうするとかなりあれですよね。とってもひどい空気読めない人みたいな感じだよね。いや、でもこれがね、一応王子の良さっていうことで。これが、ね、ましょうかね、ナチュラルですからね。はい、じゃあメールいきますね。はい、はいはい、ラジオネーム泉佐野の特急サザンさんです。ありがとうございま す, います。飛行機に乗って那覇空港に到着、機内から一歩出た瞬間、南国の空気を感じます。南国の空気を感じた時、沖縄に来たねってなりますね。年始沖縄に行った時も感じました。また南国の空気味わいたいなと思います。そうですよね、うんうん、やっぱりあの空港に着くとね、まあ、それぞれ違うと思うんですけども、なんか空港に着いた時の香りってありますよね、うん、ありますね。ね、そうなんですよ、那覇空港に着いた時の香りがね、なんとなくトロピカルな香りする、うん、まあそんな感じですよね、うん、まあそこまでね行っちゃうとね、王子も弾けちゃうんだよね。でも最近ちょっと行けてないから弾けられないね。そうなんだよ ね。さっきね、あのね、みそちゃんが言いましたけどね、うん、あのね、緊急事態宣言が出ててね、はい、弾ける場所がございませんね。え、でも、ね、宣言出るまでは弾けてたの？いや、そうでもないです、ね、そうでもないよね、うん、そうでもない。ね、最近ちょっと王子おとなしめだからね。かなりおとなしいですよね。えあれは仕事柄ですよ。ああ、そういえばフィリピンよく行ってましたよね。行ってましたね。ねえ、一応仕事っていう話ではありますけど。でもね、やっぱりね、あの僕も発展途上でありますんで、いろんなね、うん、日本からの技術をあの取り入れたいっていうことで、うん、あのいろいろオファーがあったんですけども、うんうん、やっぱりちょっと今こういうコロナですから、ね、いろいろこういう話はね、うん、来てるんですけども、うん、あの現地まで行くっていうことがなかなか、なかなかね、難しいですので、ね、なんか現地視察のついでに行くところが楽しみっていうことかな。うん、っていうかね、まだ他にも、ね、インドネシアとかね、うん、そっちの方からもなんかオファーがあるみたいなもんですから、いろいろあるんですけども、すごいインターナショナルだね。そうなんですよ ね。あのセクシー切り株の海遊さんがうん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 ってうなずいてて、辻も松山も匂いが違うねわらわらってなってだよねなんか、うん、そういう空気ね。なるほど。あの結構ね、あのちょっとまたお話ね戻りますけども、はい、あの男性ね結構その空気ねよく感じますよ。うん、そうなんだ。うん、あのシュプリームさんがそういえば去年コザの空気感なる缶詰が発売されましたねって、これはもしかしてこのカレンダーの方の話かな。うん、なんかライブ会場の空気をめちゃめちゃ高い値段で売ってたっていう。この後ろのカレンダーの方かな、直木屋さんなんですけどね。ね、でも本当に売れたんですよね、あれね。すごいですね。あーってあーって言ってる。そうするとさ、うん、ね、こうアイドルなんかのね、うん、そういうまあこうなんていうんですか、こうステージのこう汗の匂いとかさ、そういう、こう空気で混じったような、うん、それもあの販売すると売れるってことなのかな。あ、でもね、なんかライブの空気感っていいですよね。ライブハウスのね、ありますよね。なーっていうか、もう久しくねそういう空気感を感じてないな。じゃあもう君名古屋もね、うん、王子とさ、うん、ダンサーズ のカレー臭でもさちょっとこうね、いや取り込んで、カレー臭で大丈夫です。すいません巻き込まないでください。スタジオ今ちゃんと換気しているんで大丈夫ですよ。そうだよね。そうそう、寒いんですよね最近ちょっとね。結構厚着してね。遠くも寒いし、遠くも寒いけど、今日も寒い、空気も寒いわ。あのね、ちゃんとね、うん、ダウンジャケットは着込んでくださいね。いや、中はちょっとヒートテック着てるよ。王子着てるよね。やっぱりそうだよね。ダウンジャケット着てるよね。なんかあれでしょう、あなた、この真冬で寒いのに汗もができたんでしょう。そうなんですよ。先週言ってたね。うん。そうなんです。本当にね、薬塗りましたもん。
そしたら治りましたけどね。ね。いや、まあ、冬で 汗もできるし。あれね、結構ね、まあ、王子もね、はい、車乗ること多いんですけども、はい、あの風がないとね、うん、もう締め切った中だと、はい、太陽のそのなんていうかな、直射日光で熱くなるんですよ、はい、で結構ねこのね両脇がねこう蒸れる蒸れるんだよね。うん、本当に本当にそれをこうねあのスリスリなってると、はい、あのなんかヒリヒリ痛かったんですよね、はい。うん、やっぱりあの、ね、汗もができてたんですよね。すごい冬でもできるんだね。あ、チーキャスでカープボーイさん、はじめましてこんばんは。こんばんは。あれ、ひふみさん出てないの？寝てるのかな？してサーティワンアイスクリーム食べましたか？ってこれダンサーズに言ってるよね。今年はまだ食べてないんですよ。うん、うん、食べてないんですね。あれですね、某西町の多分、はい、局の話の延長ですね。そうですね。ね、寒いので商品券が欲しいです。はい、あれでも冬でも食べますけどね、アイスクリームね。冬のが多いんじゃないですか、食べるとき。え、そうなの？うん、あの夏。あ、夏は逆に暑すぎて、うん、さっぱりしたものがいいから。だから夏よりね、冬の方がね、うん、あの販売的には多い。っていうの聞いたことがありますけど。そうなんだ。うん、なんかね、あのそれ地域によるのかわからないですけど、はい、まあその場所柄もあると思いますけど、はい、あのかき氷はね夏売れるみたいなんですけど、まあ夏はね、うん、はい、アイスクリーム結構冬でも売れるって言いますからね。うん、よくそういうのね、あのアイスクリーム売ってるそのまあショップっていうんですかね、そのお店なんかでも、うん、あの並んでますから。なんかでも北海道の人は意外にこう暖房をガンガンにつけてアイスクリームを食べるっていうのを聞いたことありますけどね。うん、でもそのパターンでしょうね、多分ね。ね、本当寒い中ではなかなかね食べづらいかもしれないですけどね。そうだね、なるほど。北風吹いててね、アイスクリーム食べるとね、鼻水出ちゃうもん。はい、メール行っても大丈夫ですか？どうぞ。はい、じゃあメール行きます。キユ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村の古むいかりです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、空気。私が思い浮かんだのは、空気がうまいです。空気がうまいといえば、私の住む、ここ、読谷村は空気が、うまいじゃないか、空気が美味しいのか。美味しいのですよ。私、結婚するまでは那覇市民でした。若い頃は読谷までドライブなどして遊びに来ていたのです。今思うと、那覇市よりも自然が多い読谷村に魅力を感じていたからでしょうね。空気が美味しいのです。晴れた暖かい日の休日は、我が家にあるささやかな広さの庭で折りたたみ椅子を出し、ビール片手に大好きな音楽を聴きながら何もせず、ただのんびりと過ごすことがあります。この時はとても至福の時間、そして何よりも空気が美味しいのです。読谷は栄養でした。あ、ちゃんとオチがついてる。うん、でもね、本当に、うん、あの空気が美味しいところで料理を食べたり、ビール飲んだりとかっていうのはね、お酒飲んだりですね。うん、あの本当にね、いいですよね。もう本当にね、美味しいものがまたさらに美味しく感じるっていうね、うん、やっぱそういうのありますよね。例えば本当にお店の中でゴミゴミね、もう今はありませんけども、この、ね、三密になるといけませんので、の中でね、ゴミゴミした中でなんか食べるっていうのとまたね、その美味しさが違うと思うんですよね。そうですね。美味しいものを食べたとしてもね、うん、やっぱりその感覚的な違いもあると思いますので。で、今年はね、キャンプ行けなかったけれど、うん、ねえ、キャンプ場のでご飯食べるご飯も美味しいですね、お酒も、はい、ということで、じゃあはい、はい、一旦 CM 行きますか。 CM で、はい、はい、キユナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8では、フォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071までお電話を。
中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。ゲストコーナーなんですけども繋がりません。本当ですか？はい、始まって以来ですね。ひふみさんということで、もうこれで本番でかけてみますね。お、今度生電話状態ですね。はい、はい、さあ出るんでしょうか。そのこと初めてですね、これ。いやー、うん、はい、ずっとこれかけてるんですけどね。はい、これね、このね、テレフォンのね、この、はい、ね、音が流れるとね、王子が取りそうだもん。はい、王子です。やってみたい。やってみたいね。そういうことなんですよ。いや、うん、いや、ねえ、ひふみさん、ほら、いつもほら、はい、各局、ラジオの各局の、うん、その、いろいろ案内するじゃないですか、いろいろ、こう、うん、テーマがなんだよとか、うん、そういうの、多分いろんなツイッターとか、LINE、うん、とか、いろいろグループの、フェイスブック、なんかいろいろ。ということでですね、ちょっとね、別の方に電話してみようと思ってます。出るかな？え？出るんですかね、これ。ん？この人も出ないですね。あれ、今どこにかけてる？あー、出ないですね。今誰にかけてるんだろう。タバモリフミ。いや、なぜ？な、そう。いやいやいや、びっくりしちゃうよね、みんなね。いや、いきなりダメでしょ、その、あの、ゲストじゃない人に電話しちゃ。でも出ない。いやいや、まあ、ということでね、うん、まあ、ちょっとね、始まって以来の、そうなんですよね。ゲストが電話に出ないっていう。誰も電話、ね。誰も、ね、うん、そうそう。もう親父ギャングまで行っちゃう。ね、ですね。そうなんだよね。あのね、うん、ね、王子もね、楽しみにしたんですけども。ね、ね、え、本当にね、もうぶっちゃけた話をね、どんどんしちゃおうかと思ったんだけどね。ね、私ちょっとひふみさんとのクロストークすっごい楽しみにしてたんだけど、ね、ですけどね。ツイキャスで、浦添のしんちゃんさんが、さすが生放送だね。ひふみさんなんで出ないばって。泉さんの特急サンダーさんも出ないねって言って、ね、セクシー切り株の海遊さんはね、はい、いつかのサタマグみたいって。ありましたね。あと、大勝力持さん、はい、面白い放送事故ですねって。本当ですよ。本当ね。うん、本当にね、もう待ち構えてるんだから。本当にね、できることならね、うん、この番組がね、終わる間にね。うんうん、ね、一言ね、ね、そう、本当にね。連絡ください。王子待ってるよ。いや、びっくりした。はい、うん。あ、で、はい、カープボーイさんね、さっきライブの、ほら、空気売ってたって話ね、はいはい。富士山の空気より高かったんじゃないあれ、はい、って言ってた。確かに高かった。いくらだったかな、結構なお値段でしたよ。直木屋さんのライブの。
そうなんですね。うん。なんですよ。あ、なるほど。あら、結構いいお値段で売れるっていうことなんですね。そうするとね。いや、でも、直木屋さんの力でしょうね、あれはね。うん。うん、なんか、なんかやっぱりそういう不思議な魅力というか魔力があるんでしょうね。ね、もうね、そしたらね、あのね、みそちゃんとね、うん、ダンサーズの力でですね、はい、王子の周りの空気をね、うん、ね、あの、一袋12,000で売ってください。ねえ、シュプリームさんがね、あのね、あのね、今ね、シュプリームさんがね、あのね、とりあえず、王子が空気を冷やしておきましょうって言うんだけど、ほんと冷え冷えですからね、今。あのね、最近ね、うん、王子のね、うん、そのね、発した言葉の後にね、うん、あの、シーンとするのやめてくれないかな。いや、なんかね、どうしようかなと思いながら。最近で、ね、ミスちゃんで、ね、うん、冷たいんだよね。なんか急に話題変えちゃったりとかね。そうそうそう。そうそうそう。そうなんですよ。また最近あのね、うん、放置プレイが始まったかなと思いましたよ。いや、これも愛情ですよ。ありがとうございます。あ、そうだ、この人に電話してみましょうか。いや、もういいね。いいの、あの、一旦ジングル行かなくていいの？どうする？うん、じゃあ一旦ジングル行きます。はい、行きます。はい。はい。どうしよう。いい。あの、いや、うん、あの、メール来てますので、はい、あの、メールをお願いします。はい、はい、メール行きます。ゼニカダ警部からですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本日のテーマ、空気といえば、誰かが流行り言葉にして言っていたためか、空気を読むといった言い方は、私の場合なら言わないですね。なぜなら、そういう状況の場合は、麻雀で打ってるときは、場の状況を読むや、場の雰囲気を読み取るか感じ取るという言い方が当たっているのではないかと思います。空気を読むと言ったら、空気に文字でも書いてあるのかとツッコミが入ったらどう答えたらいいのでしょうか。なるほど。あと、明けおめことよろといった言い方は好きじゃありませんね、うん、ってことですね。そうか、まあ、きちっとした言葉でね、言いましょうっていうことなのかな。あれですね、結構こういう省略する言葉っていうのがちょっとあれ、ね、うんうん、まあ、そういうことでしょう ね、そういうのは。でもやっぱりそうですよね、言葉って大事なので、きちんとこうね、表現して伝えるっていう考えの方もやっぱりいらっしゃると思います、うんうん、ね、でもね、今日のねテーマはね、本当に王子ちゃんとね、いろんなところでね、うん、空気読みながらね、お話してるんだけど、うん、全然違うって言われる時があるもんね。じゃあ、そう、滑ってる自覚がないんだよね。ちょっといいですか。はいはい。最後に一件だけ、ちょっと、はい、電話させてもらいます。はい、もうこれ。え、電話するの？はい。はい。電話します。はい。さて、この方出るんでしょうか。こんばんは、ダンサーズさん。こんばんは。こんばんは。直木屋さんですか？そうです。はい。あ、ダンサーズでございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします。実はですね、はい、今日ですね、うん、このお電話、はい、突撃でございます。あ、生放送です。そう。今日何曜日？火曜日。はい。はい、といえば？旧名古屋？はい。あ、ありがとうございます。そうなんですね。え、はい、この時間でしたっけ？この時間なんです。そうですよ。生放送です。そうなんですね。はい。どうも、はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。実はですね、ちょっと電話をしたくなって電話してます。ちょっと一つ、はい、放送されてます。一つ質問してもいいですか？すいません、どうも。どうも。皆様、こんばんは。こんばんは。
直木屋と言います。よろしくお願いします。お願いします。あれですか、ダンサーズさんと、みそさんと、滑り王子、3人で。はい、やってますよ。はい。あけましておめでとうございます。おめでとうございます。はい。一つ質問していいですか？はい。今日テーマが空気なんですけれども、はい。ライブハウスで、直木屋さん、空気販売してらっしゃいますよね。あ、はい、僕のイベントですね。そうです、そうです。はい、おととしのライブで。あれってお値段いくらでしたか？ですね、はい、二種類ありまして、はい。1000円のやつが5つあって、それが、4つ売れて、はい、で1万円のやつがあったんですよ。はい、ちょっと大きめの、はい、大きめの入れ物でしたよね。みんなのサインが入ってる大きめの瓶は売れ残っちゃって、はい、なので、今、値段が上がってます。値段が上がってます。ちなみに、その直木さんのこの空気ですけども、もしかして直木さんの吐息が入ってるとか。そうですね。その吐息というか、まあ、そのライブの空気を詰め込んで、ライブ終わりに1万円で売ったんですけど、うん、まあ、まあ、その有志の方がいませんでしたので、買ってくれる。もっとグイグイ突っ込んでいただけるかなと思ったんですけど。あれ、でも、1000円の空気は売れたんですね。何すか何すか、はい、1000円ののは売れたんですか？ 1000 円のは、はい、5つ作った4つ売れました。すごいですね。裏には、はい、たくさん箱用意してたんですけど、まあ、5つぐらいでいいのかな。その1万円のやつは、はい、要はその沖縄の空巣ってあるじゃないですか。はい、ああ、はい。あれと同じシステムで、はい、もう時が経てば経つほど値段が上がっていくんで、プレミアが、ね、あれ早く買ってくれないかなと思ってますけど。いや、うん、もうちょっとじゃあ値段が上がるまで待った方がいいかもしれないですね。はい、今度ね、ね、直木屋さんね。ということで、王子と二人でね、空気売りましょう。ということでですね、もう一人35,000円で。ということで、時間となりましたので。すいません。突然ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。はい、直木さん、ちょっと待ってください。テイクレの後に、直木屋でしたというふうに言っていただければ、ずっと最後までいけますので。はい、じゃあテイクレお願いします。はい。直木屋でした。あ、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。リシーバーよね。はい。あ、じゃあ、撤去クレジットお願いします。はい。この番組でした。ね、いきますよ。はい。この番組は、陸上、海上輸送一貫サポート、東海共和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の、首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、高級木材のご用名は、名古屋、中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、来週のテーマ、来週のテーマ、風景、景色。直木屋さん、ありがとう。ありがとうございました。はい、どうも直木屋でした。あ、ちょっとまだ最後まで言ってくださいね。この後はい、いいですか。はい、閉店ガラガラ。はい、直木屋さんどうぞ。あ、直木屋でした。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、はい、ツイキャスをご覧の皆さんありがとうございました。ということで、ちょっと初のゲストさんがいなかったという、なんかこのわちゃわちゃ感面白いでしょ。はい、直木さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。びっくりしましたね。でもありっちゃありですね。いや、今日たまたまですね、テーマが空気で、そのライブハウスの空気を売ってたってこと。ツイキャス終わります。あ、ツイキャスまだ繋がってたんだ。はい、ではまた来週。直木さんでした。